バックアップとか。え、それをしに。あ、そうなの。返せ返せ。姉様にバックアップをさせるなんて、五条悟、贅沢な男ですね。彼をその辺の男と同レベルで考えてはいけないよ。姉様だってその辺の女とは違う。ああ、ういうい、お前はほんとういやつ。また思ってもないことを。姉様がめでているのは家族ではなく、家族という雇用関係でしょ。よくわかっているじゃないか。そういうところ好きだよ。ま、早く行こうよ。してんの？急がねえと。し、姉様は今カラスたちと視覚を共有しています。集中力のいる作業です。静粛に。別にいいよ、喋っても。いて。もう姉様ったら。だいたいわかった。術式なしでここまでやるのは草壁以来じゃないかな。継ぎはぎじゃなかった。もしあいつが相手ならこうはいかなかったよ。姉様からの抱擁です。素直に受け取りなさい。あざっす、光栄です。